どうも西田渉です。本日なんですけれども、こちらのレンズですね。はい、いよいよ来ました。 RF の 85mmF1.2LUSM の DS、デフォーカススムーシングってやつですね。ずっとね、使ってみたかったんですよね。キャノンさんからお借りすることができまして、キャノンさんありがとうございます。僕はもともとはね、こちら、こちらのね、RF85mm の F1.2 の LUSM っていう、この、まあ僕は無印とかって言ってるんですけども、なのでこちらをね、もう基本的にはマスターレンズというか、結構、本当に業務用途で撮影する場合はもう本当お気に入りで使っておりまして、ですがね、友人のフォトグラファーとかもね、これのボケ方っていうのが何かこう、叙情感を誘うというかね、シネマティックで素敵なんだよねっていう話とかをいろいろ聞いてはいたのでね、非常に興味があるレンズだったんですよね。で、おかげさまでね、キャノンさんからお借りすることができまして、早速ね撮ってみました。で、また後日ね、こちらのレンズの、描写の違い、ボケ味の違いっていうところも皆様にお届けしたいとは思ってるんですが、やはりまずこのレンズ自身の単体のね、スペックとかボケ味とか、そういったところをいろんなシチュエーションとか人物のスキントーンだったり、実際のそういったまあものだったりとか風景だったりとか、そういったところでのボケ味をね、今日は見てこようっていうことで、いつも通りですよ、もうやっぱりこのマシンですよね、EOS R3 にこちら RF の 85mm1.2LUSM の DS ですよね。こういった形で、まあもうガチンコ装備って感じですね。こんな感じのもうガチガチのガチンコ装備でもうバシバシ取ってきました。重さで言うと 1000g、 これ 1.2kg ぐらいかな、なんで 2.23kg ぐらいは 2.3kg ぐらいはあるかな、2300ぐらいかな。で、まあですがね、もうやっぱ気合で撮影してきて、まあ、家族とのね散歩の中で2時間ほどでね撮ってきた作品っていうところをね、今日はご覧いただこうかなと思っておりますので、まあ、結論から言うとね、とにかく、ボケ足はすごい。で、今日はせっかくなのでね、もうほとんど F1.2 もう開放で撮ってます。なので開放のボケ足を皆様に見ていただいて、まあ現状キャノンがね持っているこのボケの全てっていうところを今日は作品でねご覧いただこうかなというふうに思っておりますので、ぜひね参考になればと思ってます。まあ結構ね欲しくなっちゃいましたね、やっぱりね。なんで、まあ、今後ね、実際にこの僕 85mm のこのレンズをね普段のスナップにつけて開放で撮影したってことは実際僕自身もなかったので、まあ、まだねこれ自身と僕が持ってるのとではどのぐらい差があるのかっていうところもやっぱちょっとね一回見てみないとっていうところで、なのでこの値段差は果たしてまあどれぐらい違うのかな、まあ10万弱ぐらい違うのかな、あるのかとか、この辺も含めてね客観的にやっぱ皆様にお伝えしなきゃなとは思ってるので、まだ現状ね今日はまずこのレンズが持ってるポテンシャルっていうところを今日はねご覧いただこうかなと思っておりますので、それでは早速ねご覧いただきたいと思っております。はい、それでは早速ねご覧いただこうかなと思っております。今回ね20カットほどね、でもね R3 で撮影したんで約ね500枚ぐらい撮ったんですけども、そのうちの、20カットっていう形に集約しております。早速ね1枚ずつご覧いただけたらと思うんですが、早速なんですがこちらどうですかね、もう色味この赤の、葉っぱ、葉と後ろのグリーンの感じですよね。ここ比較的暗部だったので奥はね、明るい部分をうまく調整してます。暗部をちょっと持ち上げてる感じなんですが、葉脈の感じ、ここにピントが当たってて、ここはもうすでにボケてるっていうね、さすが 1.2 の、開放っていうところなんですけども、色の出方も非常にナチュラルだなと思いましたね。ボケ味どうですかね、この辺のグラデーションの感じとか結構強烈じゃないですか、この DS の描写、すごいかなと思いました。はい、こちらね、うちのまあ息子なんですけれども、これも 1.2 開放ですが、ここがね、ピカッとがっつり当たってて、奥は、影になっているというところで、やはり開放での撮影になるとね、コントラスト、明暗差がくっきりとついてくるので、これ暗部を持ち上げるとね、ちょっとね、いまいちな感じだったので、もうあまり、データのね、加工する幅はなかったかなと。あと、このスキントーンの出し方がね、意外と難しかったかなっていう感じでした。若干こう気持ちよくうまくはまってくれないと言いますかね、もうハイライトの部分は抑えたんですが、人肌のマゼンタのノリがねうまく気持ちよくは乗りにくかったなっていうところで、なかなか追い込みはちょっと苦労しました。まあでもね十分に
ボケ恥どうですかね、この辺の感じとかね、本当に美しいのではないでしょうか。続きましてこちら、はい、こちらグリーンと赤とっていうところで結構 EF 描写っぽい感じにはなりましたね。でこれグリーン押さえてあります、データ自体はね。はい、でここをご覧いただきたいんですが、 F1 点の開放だと難点っぽい木の実なんですけど、ここにピンとガチピンで合ってるところでちょっと後ろに行くともうこんな感じでボケてくるっていうところでね、はい、このボケ足の感じいかがでしょうか。この辺ちょっとねこう色づき の境界線がね、赤からグリーンに行くときのこのねイエロー寄りのっていうところがありますが、まあにしても結構な前ボケのこの感じとかね、うん、どういう風に拝見ご覧いただけるでしょうかね。僕自身すごいなと思いながら見ている次第ですね。はい、ちょっとこれはね再度あえて乗せました。赤グリーンを抑えて赤をちょっと強めてっていうところでねメリハリをつけましたね。はいはい、こちらこのシャープさすごいですよね。この辺ご覧いただけますか。これもね結構シャープ抑えてます。はい、でもここはもう浮き立つかのようなね、ピントが合ってるとこはすごく解像感があって、で後ろからボケていくとこはもうとろっと溶けていく感じって言いますかね。 ISO400、800分の1、F1.2 っていうところですね。まあカラーノイズもさすがにね出てないですよね。ISO400 ぐらいじゃ出ないですよね。はい、っていうところでこのアンブニからのかけてのこのやっぱちょっとね自然な感じを非常に感じますね、このレンズからはね。はい、続きましてこれも前ボケがこの二十歳があって、この奥にねこれもう、オートフォーカスは拾えなかったのでマニュアルでねピントを取りました。マニュアルで取って前ボケの部分をうまく活かしてっていうところで、ピントはまさにここですね。ここにもうガチガチで狙っていった、これが 300%、 100% って感じですね。はい、やっぱこう空気感みたいなものがやっぱりねボケ足があるとやっぱり空気感と呼ばれるものは表現しやすくなるのかなというふうには思いました。緑と、ね、赤のこの、境界線というか綺麗ですよね、切り分け方っていうか。こちら結構ね驚きましたね、この暗い部分のオレンジ、そして明るい部分のオレンジのグラデーション、ピントはねここのミラーのところに、ここにここだけですね、ここだけに合っている状態でカミソリピントって感じですね。ちょっと露出警告出てるので一回切ります。はい、こういった感じなんですけれども、っていう感じでここの奥のオレンジからここのハイライトのオレンジのこのグラデーション、そして暗部に行くときにうっすらマゼンタが乗りつつもオレンジに沈んでいくっていうところで、どうですかねこれ。僕はこれ今日撮った中で一番美しいグラデーションだったなっていうふうに思った次第ですね。うん、やっぱ RF レンズ本当美しいなと。このボケ足のね美しさもありますが、色のねグラデーションのトーンもね素晴らしいかなと思いました。はい、こちら真逆光ですね、ここ太陽です、ここが太陽の状況で、フレアゴーストの出方がほとんど出てないで、ここに若干出てるかなという感じありますがね、すごいですよねこの逆光体制。もちろんフードもつけて撮影してますからね、完全な防御体制はできてますが、この辺の透過光の感じも綺麗ですよね。ここにピントを F1 点で拾って奥のこの辺のふわーっとこの前ボケですね、枝の前ボケがありつつ奥のボケがありつつっていうところでね、不思議な効果がありますよね。はい、こちらもちょうどね乱反射があって、うちのチビと妻のところにちょうどねエッジライトのような感じでストロボ光のように入っていますよね。スキンとも非常に素直な再現性になってるかなと思ってまして、逆光か逆光の状態でもねこんな美しい立体感が再現されてるっていうところですよね。非常に 1.2 なんでね、一応うちの息子の顔にピントがいってて、妻はちょっとずれてる分だけもうボケが入ってますよね。なのでこれが F2 とか、2.8 とかになればもっとね妻も、うちの息子ももっと立体感を持ってね浮かび上がってくるかなとは思うんですが、にしても F1.2 でこのね解像感いかがですかね。これが 100% 非常にすごいですよね。いや驚いたっていう感じです。はい、こちらも F1.2 イチゴのこの浮かび上がり方どうでしょう。あまりにも解像感が高くカリッカリだったので、シャープとね明瞭度は抑えてあります。抑えてもこのぐらいの立体感が出てますからね、本当にどれぐらい改造するレンズなんだっていう、1億画素とかに向けたレンズなのかなと思ってます。この辺もね本来ですとこのグリーンと白の部分なので、青いね
青色系のこの色修正が出てもおかしくない状況なんですけど、ギリギリちゃんと耐えてますよね。こことかボケるとね、この辺の青の部分の描写って出そうなもんですけどもね、うまくほとんど色修正は出ないまんま抑えられてるかなっていう感じですね。はい、逆光状態での妻を撮影って感じですね。1枚撮った感じですけども、スキントーンの再現性とかもね、非常に、軽快で素晴らしいですよね。この辺は、まあ、後ほどね、また後日 RF の 85mm の 1.2 の無印の方との、逆光比較とかね、ボケ味比較とかで、要はこの辺のボケ方が F1.2 とか F2 で一体どうなのかっていうところは、DS とね、無印の方で比べてみようかなと思ってますが、現状まずはね、この逆光体制、妻の瞳にピントがいっていて 100% で、もう髪の毛のちょっと後ろの部分はもうボケが始まってるってことで、まあ 1.2 でのね、開放だとこういったボケ味になるということで、まあ 2.8F2 ぐらいで撮影するともっとね、リッチなグラデーションにもなってくるのではないかなっていう感じですね。うん、これもね、本当に驚いた描写でしたね。この切り分けの部分ですね、息子の顔にこれ 200% か 100% だとこのぐらいなんですが、ドンピシャで、ここすごいですよね。この瞳のアイキャッチの部分も非常に美しいですし、ここちょうど乱反射でね、顔の部分にだけ、光がちょうど来ていたので、これでささっと撮ったんですけれども、背景のね、白富も抑えられてるし、ここの浮かび上がってくる感じっていうのが、これはこの DS のレンズならではじゃないかなと思いました。この辺のボケの感じ、F1.2 の開放のボケの感じが非常に秀逸だなっていうね、美しいなと思いながら見てました。ちょっとこのポートレートに関してはちょっとね、ため息が出るようなボケ味、ボケ方だったかなと思いました。今日一かなっていう感じですね。この今日一番の写真かなと思いました。で、ここも前ボケの自転車での前ボケがありながら、ここの2人ですよね。非常にここも明瞭な、本当に解像感すごいですよね。ピントがあったところは非常に解像感が高くて、この辺のボケ味か、この辺のボケ方っていうのは独特ですよね。グニャッとねした感じのボケ方と、ここの辺のナチュラルな玉ボケの感じね、ちょっとラグビーボールになってるかな、どうかなって感じありますが、にしても結構 F1.2 の開放でもちょっと まん丸な円を描いている感じがしますよね、この辺とかね。はい、なのでボケっていうものに関しては非常にやっぱり美しいのかなと思いましたね。はい、この辺もそうですね。この辺にドンピシャでピントが来ていて、あとは全ボケっていう感じですよね。うん、やっぱボケに関しては非常に美しいなっていう。で、ここもそうですね。チビが、うちのチビが走ってきているところを動き物ですね、動体撮影しつつ、ここの部分ですよね。ここの球のボケ方、これは開放 F1.2 にもかかわらずラグビーボール型になってないですよね。かなり深淵に近いボケ足が出てるんじゃないでしょうかね。この辺とかもね、まん丸ですよね。うん、これは非常にすごいのではないでしょうか。まあ、まさにこのまん丸のボケ足が欲しいからこそ、この 85mm の DS を使う価値があるということで、やはり開放、あ、これはね、ごめんなさい、 F2 ですね。 1.2 ではなく F2 です。 F2 になるとこのぐらいの開放のまん丸感が出るってことですよね。なのでやはりこのレンズは F2 から 2.8、 1.2、 2.8 ぐらいまででメインで使っていくレンズになるということで、スタジオワーク F8 に絞り込んだ時に果たしてどうなるかっていうのはね、今後比べてみなきゃいけないかなと思ってますね。はい、こちらも F1.2 の開放で、バカラのシャンデリアですね。この解像感いかがですかね。 100% これ 300% ですが、いかがでしょうか。この質感、こことかやばいですよね。すごいな、これ。うーん、やっぱどぎも抜かされますよね。はい、これが一応テーブルフォト的な感じで、あんまり寄れないんですけども、ちょっとトリミングしてありますね。はい、ロブションでのカフェでちょっとね、食べてってことですが、ロブションのここにピント合わせてます。そしてこの前の金粉の部分はもうすでにボケてるってことで、開放 1.2 っていうところで、ね、LED のね、イエロー系の LED なのでね、色再現性もなかなかしにくいっていうところで、まあその中でもここまで色が出てくれたらありなんではないでしょうか。で、室内での環境効果での、ポートレートというか、ね、スキントーンを見ていただきたくてね、このアイキャッチすごいですよね。ちょっとね、口が汚れちゃってますがすいません。はい、この辺の浮かび上がり方 F1.2 125分の1、 ISO 1600ですね。ちょっとね、これ追い込むときにスキントーン出しはね、ちょっと苦労しました。はい、こちら妻のね、結構難しい環境下ですね。奥は自然光で、手前はこれ LED の白色灯系ですね。なのでスキントーンの再現性がちょっと悪いです。ですが、まあ
わざとね、ローキーにも持っていって、このぐらいの雰囲気ですね。とにかく明暗差に強いレンズでありますし、 R3 っていうね特性上やっぱ明暗差に非常に強いなと思います。この辺のハイライトも飛ぶことなくきっちり再現されて、この辺のね黒つぶれも、なかなか起こらないというね、ちゃんとこのダウンの、ね、質感もちゃんと見えますよね。この辺がねやっぱりすごいかなと思いました。はい、こちらもねなかなか難しい状況。この辺はね黒つぶれしている割には、ここのスキントーン、肌の部分の白飛びは行われがちっていうところでね、なかなかラティチュードグラデーション試されるシチュエーションなんですが、こちらも F1.2 でね撮っていてっていう、これがまた F2.2.8 で撮るとこの辺の、もうちょっとコントラストがね緩やかに柔らかくなってくるはずなので、かなりシビアな状況ですが、ここまでね、再現されてて、この前ボケのねエスカレーターのこの手すりの前ボケとかも非常に美しいですよね。はい、まあ、この辺のピントに関してはどこで拾えてるかな、まあでも多分この左目のまつげあたりで拾ってるかなっていう感じはありますよね。はい、はい、こちら最後のカットですね。これもねなかなか難しい状況。ここのハイライトの部分と、まあ、これのアームの部分をどこまで生かすかっていうところで、本当にレンズとカメラのね CMOS センサーの性能が試されるというところですが、どうですかね、これの髪の毛一本一本のこの束感っていうところの描写性能、この線の細さっていうところが試されるんですが、まあライカでもライカとかでよく見られるこの線の細さなんですが、もしもライカのカメラで撮るとここのハイライトがおそらくは相当厳しい。ここのハイライトを出そうとするとこの辺の暗部がもっと暗くなってくるっていうところで、やはり今回のキヤノンのね描写で RF レンズと R3 だからこそギリギリとどめられた、ギリこのスキントーンのねグラデーション、ここがもう破綻をギリギリ耐えられたかなっていうところで、これもね結構データの追い込みでね苦労した 1枚ではあったんですが、ボケ味もねこの辺も非常に美しいですよね。はい、こんな感じでした。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのカメラとレンズのコンビですよね。まあとにかくね、まあ今日 1.2 の開放でほとんど撮ったっていうことで、まあ、ボケ足はとにかくトロトロに溶けてましたね。でやっぱり F2 ぐらいに絞り込んだ時にバカラのシャンデリアの深淵 F2 でもうまん丸になってましたね、ボケ足がね。この辺はやっぱすごかったかなと思いまして、やっぱりね開放で撮りますとやっぱり 1.2 とかの開放だと明暗差が大きい時のコントラストはどうしても強くなりがちなので、やはりこのレンズを使いながらも F2もしくは F2.8 あたりで撮った時のボケ方、この辺が多分肝になってくるのではないかなと思いまして、今度ね次回やりますこの、無印の 85mm の F1.2 の無印とはこの辺の開放もやりますし、 F2.8 とかこの辺のね同条件で撮影してみた時のボケ足っていうものをね皆様にお届けしようかなと思ってます。まずはやっぱりこのレンズのポテンシャルを知るために、開放描写でどこまで R3 とね、撮れるのか撮影できるのかっていうところを今日はねご覧いただきました。ぜひ次回はね、いよいよこの R85mm とのボケ足対決っていうところでのボケ味だったりとか、まあ描写ですね、あとはやっぱり値段も違いますから、こちらだとやっぱ40数万円とか、まあ確か10万円弱ぐらいの値段差があるわけですよね。じゃあそれに見合った、性能を有しているのか、そしてこの DS に関してはどういった人が使うべきなのかみたいなところまでもね、まあご提案できればいいかなとは思っております。まあそこぐらいまでね追い込めれば嬉しいかなと思ってるんですが、ぜひね今後の動画もご期待いただけたらと思っております。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渉でした。